体と筆の動きを一致させる。体で力を出す。体の動きで力を出す。腕で出さない。体で力を出す。ただ今までの基本と基本で割に円運動が多い。まずちょっとこれでな、これだけや、直線だけやな。ちょっとそれぞれしろ。はい、な、あのいろんなケース、はい、両端を。これちょっと普段と違うのは、軽く受けすぎる。ただ受けるんやったら、はい、ついてきたら、これでいい。な、これで終わりやな。ただ受けない。ね、これやったらただ受ける。けど、体ちゃんとしたな。この受けた時に、もう崩しておく。今、説明したのは、崩しと足運びの話。体と足運びの話。いいか、体と崩しと足運びの話。はい、はい、これ今までやったら、はい、これやな、あるよ、はい、これやったな。これ1個も崩れて、それで、はい、これちょっとこうする、崩す、で次崩すのまたまたこう、はい、だから最初から崩す、はい、これはい、崩しなし、はい、これ崩す。その次、これこう例えば持ってくる、体を変えながらこう、体の下がるんで崩してる。初めから、はい、初めから崩す。で次軽く持って、こちらも軽く持って、このここを中心に変えてあげて、この足が、右足が五大筋の下に、ここ、これちょっと反対側でやってみます。この時に、はい、もう一回こう入って当てて、ちょっと崩しよう。で、こう引っ張りながら、こう体を回転させて、こっちを引っ張る。ここへ入っておく。これほんま僕はこれでもちょっと体力がいる。僕反対やけどな。これはい、はい、早く、うん、これ体力がいる。でここはだけど、これお互いに力抜いて足運びだけの練習をする。はい、
あるよ。はい。はい。例えば、これ。これが専用の練習です。はい。当てておく。こちらは何？前ではシュート。で、こう。あるいは、これ。こう。だけどちょっと僕の今のあれでは力がいるな。小田君でもちょっともう90歳になった思った。だからそこを考えよう。はい。役に立つ。いや、じゃあ見てみよう。これでこう、こうこうして、こうしてもいいし、こうしとっても、こうしとっても、逆にこうして。そういう時に、あ、ちょっと。はい。こう。これで、こう。こっちが何もしてへんか、こっちが何かしたら、はい、こうです、こうです、これ、はい、こうです、こうです、入れ替え。こちらっていうのはこういうふうに例えばでこれではい例えばこうですこうですこの手をいろいろ使う。こう使う。中へ入った。はい、やったら。はい。そう、そう、そう。はい。そう。いかん。僕がやるぞ。これがこっち、アテーブル。2回。はい。アテーブル。この中へ。このためには、これ当てたからというか、これ当てていなかったらできない。当てて。で、これで、こう行っていくんです。この頭飛んで、ビデオを飛んで。だけど、はい。次。これが外側へ出た。これが、これ全部体使うと言っておいてよ。はい。こう締め。体。こう締め。外側へ出た。はい。こう締め。腰、回し。何でもそういうふうに。はい。これこっちが出た。これこっちが出た。こっちが出た。
あの自分のやりやすいようにしたらいい。わかるよ。内側へ入ったら、この手を引っ張っていったらいい。これ、手上から下への力。これ、引っ張る力。この辺。このためには、当てとく。これもしか外側へ入ってしまうと、はい、外側へ入ってしまうとこうする。はい、これ、はい、横へやってしまうと。これ、どこでやるんですか？ここで、みんな、先生、首、頭、押さえとも注意してほしい。首、頭、押さえたら、非常に弱い。だから、これ、例えば、こうやって、こうやる。これ、こうしたな。なんかだいぶ傾いてる。これ無理して起こそうと思った。思ったよ。せっかく傾いてくれてるから。はい。こうなって、こうなって。こうなって。で、入れたら、はい。こういうふうに色々、いろいろ崩していく練習をする。初めから入る。こっち行ったらこれで崩そうかなと。はい、こっち行ったらこれで崩そうかなと。頭というといいか、首というといいか、を引っ張っていくようにするといいな。いいか、頭か首かをうまいこと引っ張っていく。はい、引っ張っていきながら足は、はい、バックしよう。そんなに頭力入れて、例えば早く、ブーン、ブーン、ブーン、こうやってやる。な、早く、ブーン、ブーン、こうやってやる。ちょっと早い遅いはあるけれども、実際はあのぐらいになります。ふっと。これ、ずれちゃうな。で、特にこんなもん、まあ危ない。ほんまにぶつける。あるのに、あんたの無抵抗やな。だからゆっくりやった。こんなの。これ。そういうふうに。
まりごつい力使わんで崩していく。終わるか。もうしんどいな。はい、終わり。はい、はい、切りました。切れへん。あ、そう、切れへん。何や、切れへんで。え？切れへんや。おかしい。押しても押しても。切れへん。